ああ、振動嘘ってバレたよ。まあ、ずっと前からバレてるんですけど、さらにバレたっていう言い方ですかね。また根拠が一つできてしまったなと。まあ、一つ目論文の話。12年当時、悠仁君は6歳でした。これは東大に向けたトンボ論文ですよね。誰かに書いてもらったのは明らかかなって思うんですけど、まあ、絶対悠仁君書いてないじゃん。6歳で書けるわけないやん。6歳の子供が研究データを取れるわけがない。今回の研究が本当に悠仁君によって行われたのかと疑問視する人の主張です。ニューズウィークは擁護してるんですけど、まあ、どう考えても無理ですよね。なおかつ、朝日新聞のこれ消されてますので、魚拓なんですけど、2014年の記事で、秋篠宮と天皇陛下間違えるっていう事態を起こしてしまっていると。8月16日、東京・新宿の京王プラザホテル。これはお父様、綾宮時代のご自身の写真を前に秋篠宮が長男の悠仁君に語りかけると、悠仁君は興味深そうに見入っていました。すると悠仁君は別の写真の人物を指さして、これでしょと尋ねました。お父様の秋篠宮だと思ったんでしょう。でもそれは若彼氏頃の皇太子様でした。7歳にして父親は認識できてないんです。すかさず秋篠宮さんはこれはおじさんでしょと微笑ましい親子のやりとりに周囲は和やかな雰囲気に包まれました。そんな人がトンボの見分けできるとは思えない。まあ、人よりトンボの見分けの方が難しいような気がするんです。そんな人が分類ができるのかな疑問ですけどね。お父さんも間違えるぐらいですから、しかも似てないですよね。やっぱり安西家と天皇家と違いますから、展示室には沖縄などの子供たちと天皇皇后両陛下、これは上皇上皇后のことです。皇族方が交流した際の写真がありました。これ、お父さん、眼鏡かけてる？またお父さんって言ってるわけです。上皇上皇后両陛下に対してお父さんって結構やばいでしょ。一つ一つの写真、感想を口にする悠仁君。いくつかの写真を見ていくうちに、写真の中の秋篠宮さんが成長していく様子に悠仁君は大きくなってる。こんな語彙力の子が描けないと思うけどね。無理でしょう。秋篠宮の顔を見上げて写真と比べるようなおちゃめな場面もありました。この先魚拓がないですから。残ってるのは2017年ぐらいですかね。かなり都合が悪かったのかなとか思いつつ、もう一個ありまして、海外の方で、まあ、悠仁君の振動に関して、嘘やろと、かなり直接的に書いてある記事があるんですよ。まあ、バイデンなんですけど、まあ、彼らはね、かなり言いますからね、振動ペルソナを継承した、悠仁君が、悠仁君の将来は全て、皇室の計画と手配にかかっている。最初から飛ばしますよね。若い世代の唯一の男性皇族として悠仁君は常に日本のメディアと国民の注目を集めてきた。プロパガンダによって集められてきたんですけどね。少し前のことですが、悠仁君が、日本最難関の今なぜか2位になってるんですよ。高校のランキングで。そんなバカな。1位は何だなんですかね。開成君つくこまより上なわけないやんか。日本最難関の筑波大学附属高校を受験される様子がマスコミに撮られた。しかし、そのわずか3日後、皇室が悠仁君の合格を国民に発表したときに、悠仁君の暗い秘密、小論文の盗作事件を暴露した。まあ、作文ですけど、幼い頃から悠仁君、神童として描かれてきたんだけども、再び脚光を浴びることになった。なぜなら彼の成長の軌跡において、この黒い材料というものは、盗作エッセイだけではない。かなりストレートな書き方ですよね。まあ、でも、内容としては合ってますからね。バイの方にはさっきのお父さんの写真間違えたっていうのが書かれてるんですよね。これ何本も記事書いてあるんですよ。まあ、あとは数学ができないと。まあ、よく言われる四則演算できないんじゃないかみたいなね。まあこれ、有名な写真かもしれませんけども、悠仁君が、自身の身長の何倍あるんやっていう信号機を使われたらね、LED が埋め込まれてパソコンにつながったり、無理があるわけですよ。そんな作れるわけないですよね。確か小3ぐらいでしたっけ。そこに張り紙が書いてあって、多分これは信号機のランプの点灯の、秒数なんですけど、計算間違えてるんですよね。合計120秒になってるんですけど、いやいや、よく考えてくださいよ。これ140秒ですよ。正解はね。いやいや、すぐわかるでしょ、こんな。そんなことも間違えるのかな。ここに悠仁がタッチしてるかわかんないんですけど、照明さんも結構爪甘いなって思うんですよね。振動を作る人もやばいんじゃないかと。最近も論文ものすごくいろいろ疑惑が出てますけども、やっぱり秋篠宮家、爪が甘い。ある意味勇敢ですけど、ろくでもないなと。こんな無理やり振動にするのはちょっと不可能じゃないのかな。幼い頃問題なかったんですけど、成長しカメラの前だけではなく人前に出るようになると多くの人がこの少年の歩き方に違和感を覚えた。確かにそれは思い当たる節はありますよね。そんな久志君なんですけど、非常に有名な作品があるわけですよ。まあ、これ伝説級の森ですよ。久志君が作った盆栽春飾りと。13歳作ったわけですよ。10年近く春飾り作りに取り組んでいる。なんと3歳から春飾り作りに取り組んでいると。めちゃくちゃ持ってますよね。多分横にいたぐらいだと思いますよ。まあ、僕の中で2位です。1位が論文。3位が信号機かな。久志君が作った盆栽春飾り、宮内庁が写真公開。これはちょっとやりすぎでしょ。宮内庁2日、秋篠宮ご夫妻の久志君が作った新年を彩る皇室の寄せ植え盆栽春飾りの写真を公開した。秋篠宮家が行事の際に使用している東京元赤坂の赤坂東店に飾られている。ほら、私有地扱いですよ。この時期から私有地扱いしてんのか。共用の邸宅なんですけどね。私物を置いてるわけですよ。春飾りは、松竹梅のほか千両万両といった縁起物の植物を配置したもので、毎年宮内庁の庭園家の職員作れば、天皇皇后両陛下や皇族方がお住まいなのに飾られる。道庁公子職によりますと、久志君はここ10年近く春飾り作りに取り組んでいる。今年も昨年12月に紀子さんと共に皇居大道庭園を訪れ、職員の指導を受けながら故郷を配置したり化粧砂を敷き詰めたりしたと。まあ、おそらく故郷配置して化粧砂を高々敷き詰めたぐらいだと思うんですよ。これをまるで全部作りましたみたいに言ってるわけね。明らかにおかしい。盛りすぎでしょ。なんと宮内庁がなかなか面白いページがあるんですね。新年春飾り作成。令和6年1月17日にポッと出してしまったわけですよ。詳細こんなんばらしたら、久志君の振動の嘘がバレますよ。大丈夫ですか、こんなん出して。詳細に手順が載ってるんです。まるで久志君が一人作ったみたいな感じじゃないですか。まあ、ちょっと手伝ってもらったぐらいで。絶対違いますっていうのがわかるんです。春飾りは紅白の梅に松竹千両万両。縁起物の草木をあしらった大型のものは2メートルにある。これを13歳がほぼ一人で作ったような報道ですからね。そんなわけないや。春飾りに使用する梅や松などの植物は大道庭園で大切に育ててきたものを使用しています。梅の国宝は樹齢150年を超えるものもあると。職員が大道庭園で植え替えて次の春飾り制作まで大切に育成しますと。すごいステップがあるんですね。鉢選びと幹洗いから始まります。機械で洗っていくらしいですね。13歳の少年がこれをやったかと。だから茶番なんですよ。設置場所の広さを考慮し、大小24鉢を選びます。これも持ち運びしないといけないわけですよ。主体 D になってるならば、これ持っていってるんでしょう。梅の幹についた汚れや苔を丁寧に洗います。先端まできれいに洗った梅、かなり細かい作業だと思いますよ。第2週、皇居赤坂御苑で苔を採取する。13歳の子がこんな掘れに入って危ないでしょ。約40ケース以上の苔を採取する。採取した苔は水分管理して保管します。笑けてきますよね。第3週、種木の勾配、白梅の植え込みと草物の植え込みを行う。大型の鉢は勾配と白梅を対にして寄せ植えします。大変ですね。それぞれの根をほぐして針金で日本の梅を固定します。大の大人か3人がかりとかでやられてる。それぐらい重さがあるわけですよ。久志君これ一人でやったんですか？それにしては言い過ぎでしょう。まるで一人で作ったかのように書いてますけどね。これは秋篠宮のお家芸で、ほとんど職員さんがやってるわけですよ。この作業を見ても。それを全部独り占めしてるわけですよ。何度もバランスを確認しながら土を入れます。職員さんも。ちょっとは立ててあげればいかがかなって思うんですけどね。まあ、道具のようにしか見てないんでしょうね。根と土を針金でしっかり固定します。さらに土を入れます。次に松、万両、千両、藪麹、春蘭などを入れていきます。鉢ごと植物を配置して全体のバランスを見ます。土の中に入れて確認します。もう本当に大の人が2人がかりですごくでかいですよ。ここの作業で何週かかるんですかって感じはして、すごい重労働じゃないですか。じゃあこれ誰が作ったって言いますよ。この写真見て。この方々でしょ、どう考えても。大都庭園の職員さんじゃないですか。ね、これ同じことの論文にもよると思うんですよね。主体的に作ってるの誰ですか？久志君は数ミリぐらいしかタッチしてないのに、全部自分のものにしちゃうわけですよ。それは良くないと思いますよ。だからこそ振動っていうのは嘘であると。竜のひげ、フクジュソウなどの小さな植物を足してますと。もうね、悲しいです。で、やっと、ヒタイト軍の出番です。苔を準備します。ここぐらいの時に紀子様が来て、できてるかみたいなもんですよ。ああ、こんなできてるんですね。じゃあ、ちょっとやってみなさい。っていう感じで、ヒタイト君が13歳ぐらいで、苔をね、水にポーッと入れて、これちょっと絞ってもらえますかって職員さんに言われて、ぴゃっと絞って、あ、ここ置いてもらえますかって言われて、パッと置いて、多分そうだと思うんですけど、僕間違ってないような気がするんですけど、後方から貼っていきます。そうでできますよね。大きめの苔を選んで、土の部分すべてに苔を貼ります。それから、化粧砂ですかね。川の流れに見立てて、白砂を入れます。該当箇所としては、この辺ぐらいですかね。全体に占めるパーセンテージは何パーセントですかちょっとうっかりしすぎじゃないですか。これ出しちゃうのバレますよ。久石君の振動化が。2メートルを超える大型の春飾りは、斜めにしてビニールハウスから搬出します。すごい大変ですよね。これを久石君の場合は、勝手に占領した赤坂東手に置いてるんでしょ。で、苔が乾かないように冠水したりとか、ビニールハウスにいろいろ集めて、苔剥がしたり、この後作業もあるわけですよ。で、また植えないといけない。すごく大変ですよね。これを自分で作ったは言い過ぎですよ。また嘘がバレてしまうというね。残念でしたね。悠仁君の振動化はこんなものですよ。全部に対して言えると思います。信号機も論文も作文もこうじゃないのかなって思うね。せっかくならば、トンボ論文の手順を公開してほしいなと思いますね。それが正しかったら説得力を持つかもしれませんよ。東大も入りやすくなるかもしれませんから、ぜひ公開されていただきたいなと思います。以上です。じゃあ、しかし、さよなら、ありがとうございました。